どうも、つむつもしみたです。運営さんからね、6月13日登場のセレクトボックスの情報が解禁されました。えー、っとですね、内容というのがこんな感じで、マジョマレフィセント、エレガントラプンツェル、勇者ミッキー、まあ勇者シリーズが復活したね、で、コブラジャファー、ラブリーティング、エアーシャー、ラフキーなんて、喜びワートということで、なんかね、あの、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い当たり枠っていうのは、まあ、いない、いない、まあ、マジョマレくらいかな、マジョマレが一応ね、 えっと、効率的にはね、ちょっと待ってね。魔女マレが、えっと、一応低スキルから稼げて、えー、っと、スキルマンの効率がね、大体ね、あれ、どこだっけ、僕。あ、あった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 。えー、っと、このくらいかな。ちょっと待ってね。1分効率1000、2000、2800くらいの、まあ、 そこそこいいくらいのね、中、んどうかな、上の,上の下か中の上くらいの性能があるんですよ、マジュマレがね。で、しかも低スキルが使えるので、もうこな中だったらマジュマレが一番おすすめなのと、あとね、そこそこ強いって言われてる、まあ、エレガントラプンツェルとか、コブラジャファーとかね、まあ、そこら辺、まあ、勇者ミッキーもそこそこね、あのー、強いとは言,言われてるけど、まあでも、あのー、使う頻度的にはね、そんなに使わないかなっていう感じですね。まあ、ただねあの、そこそこ人気のキャラを、 あの結構詰め込んできてるのかなって感じがします強いつ最近って強いム1体でなんか他全部外れみたいなそういうセレクトボックスも多かったんだけど今回はねなんか、まあ、そこそこいいキャラそこそこいいキャラを数体集めましたよみたいなそんな感じのボックスになってますねなのでまあどうかなあのコレクションというかまあこ,このツムで遊んでみたいとかねそういう人はいいんじゃないかなと思いますただね性能的に考えると必須 えー、こ,このガチャ絶対引いてくださいっていう感じのガチャではないので、まあ、そこはね皆さんにお任せしたいなっていう感じですねまあどうかなマジョマレかなこん中だとやっぱりマジョマレがねほんと低スキルからねそこそこ稼げるのでちょっとサブサブ,サブワーク頑張ってマジョマ丸引こうかなと思いますまあ本当にそんくらいだよねまあ、あとアーシャがうんアーシャがそこそこプラス補正でねいいって言われてるかなコブラジファーもねあのめちゃ結構消去数多くて稼げるので まあ、そこそこって感じだよね。なんか、本当に中の上くらいのさ、ツムをさ、なんか集めましたみたいな感じのセレクトボックスです。まあ、ということで、えー、今回は6月13日登場のセレクトボックスの情報が出ました。というじ動画でした。この動画が良かったなと思ったらね、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。